皆様こんにちは。今日は大変暑い中を遠い広島までようこそいらっしゃいました。私は河野清美、88歳でございます。今日はご縁があって皆様方にお話を聞いていただくこと大変光栄に思っています。よろしくお願いいたします。では今から74年前広島に原子爆弾が投下された時のことをお話しいたします。1945年8月6日午前8時15分ここ広島市に人類史上初めての原子爆弾がアメリカによって投下されました。爆弾は広島市のほぼ中心にあります相生橋を目標に9600メートル上空から落とされ、地上600メートルで自動的に炸裂して広島市は焼けてしまいました。投下目標になりました相生橋というのはこの公園のすぐ北側にある橋で、ローマ字の T のアルファベットの T の字の形をしております。広島市の被害状況を見ていただきます。こちらもこちらも一緒です。爆心地はここです。皆さんは今ここにあたりにいらっしゃいます。ウラン原子爆弾は広島市の爆心地の中心から半径2キロの地域を人も建物もことごとく焼き尽くしてしまいました。その3日後の8月9日今度は長崎にもプルトニウム型原子爆弾が落とされました。長崎も廃墟になりました。8月15日日本はとうとう長い戦争に負けてしまいました。私が生まれました1931年中国で満州事変が起こりました。そしてそれが日中戦争にも発展しました。今の中国と戦争を始めたんです。そして1941年にはアメリカの海軍基地がある真珠湾を日本が攻撃して、今度はアメリカやイギリス、フランス、オランダなどと連合国とも戦争を始めました。ですから私の子供の時は日本は戦争ばっかりしておりました。小さい国がたくさんの国を相手にして戦争するんですから、だんだん国民の生活は食べるものや着るものや貧しくて苦しくなってしまいました。私は戦争のない今の日本を本当にありがたいと思います。どこかへ行きたいと思えばすぐに行かれます。そしておいしいご飯がお腹いっぱい食べられます。何かしようと志を立てれば、努力すれば大抵のことができます。このような平和な日本はありがたいと思いますが、でも日本がこのように平和になるためには、前の戦争で200万とも300万ともいわれるたくさんの命が犠牲になりました。その人たちの犠牲の上に今の平和があるということを私たちは忘れてはいけないと思います。そしてこれからも普通の生活、毎日勤め行ったり学校行ったりテレビを見たりする、当たり前のように思っている今の生活が、これからも孫や子供の時代までずっとずっと続いてほしいと心から願っております。広島に原子爆弾が投下された時、私はさっき紹介していただいたように女学校の2年生で14歳でした。私たちの時は義務教育が小学校で終わりでした。
6年生からは行ける人だけ、男子は中学、女子は高等女学校へ進学しました。ですから女学校2年生というのは今の中学2年生と一緒です。これは当時の私の家族の写真です。左から父、小さい子どもさんがいらっしゃるから、お父さんお母さんと呼ばせてもらいます。お父さんお母さん、弟おばあちゃん、そしてこの丸枠の中はマレーシアに戦争に行っていた兄です。そして私の両側にいる2人のお姉さんが原子爆弾が落ちた時広島に住んでおりました。上の姉住子は結婚してこの宇品というところにおりました。下の姉緑は日本赤十字病院に勤めておりました。ですから原爆で広島が悲鳴な人が死んだという話を聞いて、次の日私と母親は地獄のような焼け野原の広島の町を一日中歩いてお姉さんを探し回りました。その時見た恐ろしい恐ろしい情景はいくら忘れたく思っても年を取っても忘れることができませんでした。私が70近くになった時に広島市と NHK が原爆の絵の募集をされました。それまで私は自分が火傷したわけでないし原爆のことはあまり話しておりませんでしたが、その時はもう70歳になって私はこの目で見たことを書き残しておこうと決心しました。私には下の姉緑が勤めていた赤十字病院の玄関の花壇の上に少年の死体が材木のように積み重ねてあったことで一番ショックを受けたので、あれから描こうと思いましたが、絵を描いたことがないのでなかなかうまくいきません。ぐずぐずしていた晩に夢に出て少年たちが出てきて言いました。はよ僕らのことを描いてください、はよ僕らのことを描いてください。少年たちが大きな声で叫んで走り去る夢を見ました。次の日私は決心して、だから一生懸命にこのような絵を描きました。丸い花壇に放射状に中学生が積み重ねてあった。あの頃の中学生は陸軍の兵隊さんと同じ服装をしておりました。足にゲートルというものを巻いておりました。この絵が幸い脚本家の早坂さんの目に留まって、陶板に焼いて絵碑にして赤十字病院のモニュメント広場に置いていただきました。そのことがきっかけで私はまた一冊の絵本を書きました。あの日を私は忘れないという絵日記のような本です。今日はこれを使ってお話しさせてもらいます。ではあの頃のことを思い出してみます。戦争が厳しくなりました。元気な男の人はみんな兵隊に取られます。農村でも工場でも働く人が足りなくなりました。そこで国は国家総動員法という法律を作りました。そして学徒動員令という命令を出しました。学徒動員令というのは大学生は全部兵役に就くこと、中学生はからは授業をやめて大人の作業を手伝うようにと命令が出たんです。中学3年生以上は家から離れた遠くの軍事工場で兵器を作るように、そして1年生と年生は1年2年は家から帰るところの工場やいろんなところで働きなさいと命令がおりました。ここ広島市でも3年生以上はこのように兵器の工場に行って働きました。女の人は被服廠など行って軍服を縫ったりしました。でも1年生と2年生は建物疎開という作業に動員されました。建物疎開というのは空襲に備えてあらかじめたくさんの家を壊して空き地を作って防火地帯をするんです。あの頃も東京や大阪は毎日空襲があって家が焼かれて、日本の家は木造ですからたちまち燃え広がって
大変なことになっておりました。ですから広島市も6カ所ほど100メートル幅の家を壊して防火地帯を作るように軍が命令しました。その作業に小中学1年生と2年生12、3歳から14、5歳の少年少女は8000人以上動員されていきました。家を壊すといっても昔はビルじゃないんですから、今頃のように電動工具があればすぐに壊れます。でもあの頃はそんなものがありませんから、一本ずつ柱をのこぎりで切ってみんなでロープをかけて人間の力で引っ張って壊すんですから、なかなかではありませんでした。その作業に1年生と2年生の少年たちは夏休みもなく、太陽がじりじり照りつける戸外で汗と埃にまみれながら、たくさんの瓦を一生懸命運んだり、木くずを運んだり、綱を引っ張ったりして、一生懸命大人の手伝いをして、8000人の中で6300人の中学1年生が原子爆弾で亡くなりました。戦争ってむごいもんですよね。原子爆弾が落とされると知ってればあんな苦労しなくてもよかったのに。アメリカは遠の昔にも新潟や小倉や長崎や広島には爆弾を落とすこと、原子爆弾を落とすことを決めて空襲しなかったのに、そんなことは全然分かりませんから、若い人たちは一生懸命お国のために働いて原子爆弾で亡くなりました。この公園の南側にある100メートル幅の大きな道路があります。あれは道路として作ったんではありません。戦争中に少年少女たちが命がけで建物疎開の作業をした、その跡地が道路になっているんです。私は申し遅れましたが、爆心地から35キロ離れた田舎に住んでおりました。ですから建物を疎開する必要はありません。でも3年生と4年生は暮れの兵器廠に動員されて出てきました。残った1年生と2年生私たちは学校にたくさん各家庭から集められたミシンが運ばれてきて、陸軍の兵隊さんのシャツやズボンを縫うことになりました。毎日たくさん裁断した切りが汽車で運ばれてきます。それを流れ作業といって、肩を縫う人は肩ばっかり、脇を縫う人は脇ばっかり、何十枚も何百枚も縫いました。ミシンといってもこのように電気ではありません。足を踏んで動かすんです。アイロンも電気ではありません。皆さんご覧になったことないでしょう。鉄のアイロンの中に炭火を入れてアイロンをしました。あの頃は学校がありませんでしたから、やっぱり女学校受けの試験受けて入りました。せっかく試験受けて入ったのにペンを持つことはありません。朝礼のあと必ず薙刀の稽古がありました。薙刀ご存知でしょうか。昔の上司の武道ですね。その薙刀の稽古がありましたが、ミシンがたくさん行動に入ったりしたもんですから、今度は運動場で青竹を2メートルぐらいあったですかね、青竹を尖らして竹槍というものを作りました。それを持って中段の構え、薙刀で中段の構え、突き突き突きって人を突く練習をするんです。先生がおっしゃいました。皆さんもうね、アメリカ兵沖縄まで来てます。本土に上陸してきたら、皆さんはこの先の竹のとんがったところで敵兵の喉をついて戦うんですから、一生懸命稽古しなさいと言われました。私たちは一生懸命人を突く練習を毎朝しました。運動場の端から端まで大きな声を出してしました。でも今考えたら、なんてバカバカしいことをしたんだろうと思います。
12、3歳の女の子、小さな女の子が竹の棒で兵隊と戦えるわけがなかったのに、兵隊さんは拳銃持ってますよね。本当にナンセンスだと思いますが、その頃は軍国主義の教育ですから、上からの命令は絶対でした。ですから私たちは毎日月つけて練習しました。鉢巻きを締めて軍国少女だったと思います。原子爆弾が落ちた日のことを申します。私はあの日は学校を休んで自分の家におりました。家にはこの宇品から住子の子供が、甥っ子ですね、3つになる子供が私の家に疎開してきておりました。空襲があったらいけないというので一人だけ預かっていたんです。両親は朝早く遠くの山の峰根の谷というんですが、そこの山の中飛行場を作ると言って夜中に出て行きました。今のようにどっか行く行ったらすぐお迎えのバスが来る時代ではありません。テクテク歩いていくんです。どうこういう山を越えて行くんですから夜中に出て行きました。私はその3歳の子の守りをしなきゃいけないので学校を休みました。静かな静かな夏の朝でした。田舎は物音一つしません。ご飯を食べさせようと思っていた時です。突然今まで聞いたこともないようにものすごい爆発音、轟音というんですか、ドカーンという音がしてきました。地面が地響きがするような音でした。雷が一度に落ちてきたような音でした。私は家に爆弾が落とされたと思って慌てて裸足で外へ飛び出しましたが、家の外には何事も起きておりません。おかしいなと思っていると山の向こうから雲がわーっと湧き上がるのが見えました。それがやがて巨大なキノコ雲になりましたが、テレビも電話もありません。家には親もおりませんし、何が起きたのか分かりませんでした。私の家の前には、芸備線というローカル線が通っておりました。あの頃は石炭を焚いて走る蒸気機関車です。1時間に1本ぐらいお客さんを乗せたり、貨物列車が通っておりました。でも、その日は朝から汽車が動きませんでした。夕方近くなって動き始めた汽車は田舎の駅に真っ黒い人や血まみれの人をたくさん広島から連れて帰りました。そしてようやく広島に大きな爆弾が落とされて広島が全滅したという話が伝わりました。村は大騒ぎになりました。1時間半ぐらいで広島に来るもんですから、たくさん広島に通っておりました。家でも2人のお姉さんが広島にいるもんですから、お父さんが駅の方へ仕事から帰って夜話を聞きに行きました。そして広島にあの大きな大きな爆弾が落ちて広島は人が皆死んだという話を聞いて帰りました。父が言いました。かわいそうじゃがお姉さん死んだと思うから、お父さんは村の世話をするようなから、明日はお母さんと二人で広島へお姉さんの骨開いてやんなさいと言いました。お母さんが悲しそうな顔して藁を束ねて骨を入れる包みを作って二つ作りました。次の朝一番の汽車で私たちは駅まで 4,50 分歩いて芸備線という汽車に乗りました。汽車はいつもよりのろのろと倍ぐらいかかって広島の駅の手前の八ヶ戸という駅に着きました。広島駅は被爆しているので行くことができません。八ヶ戸駅に降りた途端ものすごい悪臭が漂っておりました。動物を焼いたようなものが焦げたような腐った何とも表現できない目を鼻を刺すような嫌な匂いがしていました。そしてようやく目を開けてびっくりしました。昨日までそこにたくさんあった広島の町がきれいに消えて何にもなくなってるんです。あちこちまだ煙が出ております。でもなぜかその時いつも見ることができない瀬戸内海に浮かぶ二の島が、これは秋の小富士といって富士山に似た形をした島ですが、
それが鮮やかな緑をしていたことだけはすごく印象に残りました。この写真はその時私が見た広島の光景です。緑に見えた二の島はこれです。私たちはこっちにおります。そして皆さんは今この辺にいらっしゃいます。周りには何にもなく綺麗に焼き払われてしまいました。汽車から降りた人に早く行きなさいと背中を押されるようにして私たちは広島に次第に向かいます。ここで降りたんですが、ここは田んぼの中の道、昔は道路の幅が4メートルぐらいしかありませんでした。その道を広島に私たちは向かいます。私たちが広島に向かう反対側には被爆して大怪我をした人たちが少しでも郊外逃げていこうとしてずっと長い行列が続いておりました。その人たちよく見ると髪はチリチリです。顔は大きく腫れています。血を流しています。着物は焼け焦げて半分裸なんです。そして火傷した皮膚が肩からめくれて、これ皮膚だと思ってください。ボロ切れのようになってる。こういうのをぶら下げたまんま裸足でうつろな表情でそろりそろりと歩いている姿、私は自分と同じ人間とは思えませんでした。お化けは無理よね、怖いから見ないようにして歩きました。行列の中には裸の少女を連れた背の高い人が、誰か着るものを持っとっちゃなあですかの、ズボン貸してください、モンペがあったら貸してください、大きな声で叫んでおられました。でも誰も何もないのであげることができませんでした。私たちはここから3時間も4時間も田んぼの中の道を歩いて広島に来ました。市内に入ると死体がいっぱい転がっていて足の踏み場がないとこありました。あの被爆心地の地面の温度は3000度から4000度だったといいます。鉄は1500度で溶けるそうです。お嬢ちゃん、お湯は何度で沸きますか？グラグラ何度でしますか？100度よね。100度がーっとなるね。そしたらその中に手をつける人、手を挙げて手入れられる人いないよね。それにその何十倍の熱焼かれた人間の体はね、大きく大きく膨らんで、私は地獄の赤鬼を見るような気がしました。大きく膨らんで仰向いた体から目が流れ出て、腸が破れて卵焼きのようになっています。舌が飛び出して炭のようになっています。怖くて怖くて、私は見なければ死体を踏みます。見れば怖いです。泣きながら母親にしがみついて走りました、歩きました。この絵は元町高校の生徒さんに描いてもらいました。私が下手ですので、これは私が単純に描いた絵です。ちょうどこんなってなんか掴むような格好してね、真っ黒い死体もあるし焼け焦げた死体も、これがルイルイと並んでるんです。私の一生が一番怖かった記憶です。ようやくそんなところを通り過ぎて橋のたもとまで来ました。広島には川が6つあります。お姉さんの病院に行くために肘山橋という橋を渡ります。この辺りに長い絵の飛び口を持ったおじさんが 4,5 人休んでおられました。おじさんたち何しちゃったと思いますか？6日の日、広島は燃え続けました。逃げるとこなくなりますね。みんな川に降りて死にました。だからね、おじさんたちは川からこの道具持って下を引き上げちゃった。橋の両側にはずらーっと下が並んでおりました。藁の菰がかけてありました。橋は私の絵が下手でちっちゃい橋のようだけど、橋の幅はこの部屋ぐらいあります。大きな橋です。そして歩いてると、ね、藁のコムがかけてあるんですよ。
雲の下から声がするのに、女の子のね、兵隊さん、助けてください、どなたかお水を飲ましてください、一口でいいからお水を飲ましてください、女の人の声がしました。でもね、誰も私たちは用意してあげませんでした。今でもあの橋を、肘を橋を渡るときにはね、お水をくださいいう声が、ね、耳によみがえるような気がします。また瓦礫の道を歩いていると、ようやくお姉さんが勤めている赤十字病院、ここ橋渡ったんですね、ここからこの瓦礫ばっかりです。この中歩いているとお姉さんが勤めている赤十字病院が見えてきました。病院は綺麗だったです。綺麗な病院は爆風で窓がみんな吹き飛んで何にもないな、真っ黒くなっております。そして病院の玄関の方、植木の方、廊下、部屋の中、怪我をした人や死んだ人がみんな転がされているんです。コンクリートの上にいっぱい転がってるんです、血まみれの人が。あの日病院のね、お医者さんは50、お医者さんも看護師さんも51人亡くなっちゃったんです、原子爆弾で。そして250人怪我をされました。看病する人はおりませんよね。わずかに生き残った7、8人の看護師さん、病院だというので、あっちからもこっちからもみんな血まみれの人が運ばれてきます。その人たちを必死になって走り回って世話をしておられました。母親が忙しそうな看護師さんにお姉さんの名前言いました。そしたら、谷が緑知りませんかって言ったら、あ、谷川さんは二の島行ったから大丈夫よって言ってくださいました。すっと向こうへ行っちゃった。お姉さんが言っとったから嬉しいけども、どうして二の島行ったんだろうかと聞きたくても、大混雑なので聞くことができません。私たちは邪魔になるので、今度次のお姉さんを探すために病院の外に出ました。病院の外に出て私はハッとしました。いつも玄関の右側に大きな丸い花壇があって、蘇鉄が泡々と茂っていたんですが、そこに中学少年の死体が材木積んだように積み重ねてあるんです。私は自分と同じぐらいだから、もう思わず駆け寄ってみました。あの近くで建物を壊す作業に集合していて被爆したんだと思います。あてくない顔は眠っているように見えました。わずか12、3歳です。どんなにか家にも帰りたかったでしょうし、お母さんにも会いたかったでしょうが、誰一人肉親に見取られることなく、その晩病院の横で焼かれました。平和公園の中には7万人の生きてる人の人のない遺骨や名前のわからないお骨が眠っておられます。その少年たちもきっとそこに眠っているんだろうと思います。今度また次の赤十字病院から出て、次のお姉さんのとこ、ここ行くために三木橋という橋を渡りました。橋の上から川を見たら死体がいっぱい浮かんでる。上を向いたり横を向いたり、波にゆら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 揺れてるんです。6日の日、広島は火の海になりました。逃げ場がなくなった人はみんな川に降りて死にました。川に降りて死んだ死体は引き潮で海にみんな流されました。満潮になったらまだこの川へ死体が戻ってくるんです。引き潮になったらまた海に流れ、また満潮になったら当分の間死体は行ったり来たりしました。なぜ早く死体をあげなかったのと思うでしょう。でも広島の中枢がみんなダメになってる。軍隊も警察も消防もみんな焼けてしまっていないんです。わずかに宇品に赤月部隊という船舶の船を修理する部隊がありました。そこの兵隊さんが陸地の死体を片付けるので必死です。なかなか海まで手が回りませんでした。橋を渡ったら火事になっていない。
これは6日の広島です。大火事になってます。もう逃げるとこないですね。でもこっちのこちら辺は爆風で家は壊れてましたが焼けておりませんでした。お姉さんの家も年寄りも生きておりましたし、壊れてても姉も生きて赤ちゃんも生きとったので母が泣いて喜びました。姉の夫と兄弟は夫の兄弟は怪我をして家には帰っておりませんでした。私たちはしばらく話してお兄ちゃんが治ったら田舎へ帰りなさいねと言って姉を励まして、また電車通りを通って帰らなければいけません。歩くんですからね。広い町の中に出てみたら、まあそこら中死体が、皆さんが座っていらっしゃる死体が転がっとるんです。それを暁部隊の兵隊さんが7、8人が担架に乗せては崖の下のようなところいっぱい死体を材木のように積み重ねておっちゃった。暑い暑い中で食べ物もありません、水もありません、何にもないところで兵隊さんたちは、それに、ね、おまけに死体っていうのはすごく嫌な匂いがするんです。その嫌な匂いの中で一生懸命死体を片付けた兵隊さんたちはご無事だったろうかと私はこの世を見るたんびに思います。集めた死体は8日から油をかけて焼かれました。爆心地近くまで帰ってきました。電車がたくさん軌道を外れています。一台の電車の中を何気なく見て黒いものがぶら下がってる。よく見たらそれは人間の腕が体からもげて炭の棒になってぶら下がってる。これも私はとっても怖かったです。あの日63台の電車が走っていて22台が人も電車もみんな焼けてしまいました。福屋まで帰りました。福屋は珍しい高いビルディングでした。8階建てでした。でも周りの壁だけ残して中は真っ黒く焼けておりました。でもその周りの道路には死んだ人も怪我をした人もみんな火がガンガン出るところに転がっているんです。私は一番印象に残ったの、一箇所ずらっと兵隊さんがうずくまっていました。死んだ人もいました。虫の息でした。兵隊さんたちはどうして死んじゃったんだろう、いつまでも気になりました。この人たちは血を流しておりません。やけどしてないんです。服もほこりまみれです。でもみんな虫の息です。どうしてか教えてください。何のせいで死なれたんだろうと思いますか。原子爆弾、何だと思いますか。分かる人手を挙げてみてください。他の人いっぱい血まみれなんです。この人一箇所ほど軍隊が、この人たちは放射能を浴びたんだと思います。私たちは放射能の知識は長いことありませんでした。あの時アメリカは原爆を是としていたので GHQ のプレスコードが敷かれていて、原子爆弾のことは書くこともできません、写真を写すこともできません、読むこともできません、聞くこともできません。絶対にタブーだったんです。ですから原子爆弾のことはなかなか知りません。やけどしたりケロイドになっちゃって目に見える血を吐いたりされるのは分かりますが、放射能にやられたのは分かりませんでしたから、近所のおじさんたちが広島に来てね、しばらくして死ぬるんです。あの人どうして死んだんかね、あれは広島で毒ガス吸うたんよって言ってました。ガスだと思ってるの。でもそうじゃないんですね。原子爆弾は爆弾の放射線を出すんです。その放射能を浴びた人たちだったんだろうと思います。放射能には色もありません、匂いもありません、形もありません。でも一旦それを浴びると人間の体の中忍び込んで、奥深く忍び込んで細胞を壊したり造血機能を壊したり染色体を壊したりして人間を生きられなくします。
私たちとお母さんは一日中むごい人ばっかり見たので、おしまいにもね、心が麻痺してしまって何にも感じなくなり、福屋からどうして家帰ったか覚えていません。でも朝と同じように宇品から赤十字弁デパートの前通って、ここから汽車に乗って夜遅く家帰ったんだと思います。家に帰ってからのことはよく覚えています。家に帰ると、昔は電灯が田舎は1個しかありませんでしたから、電気のない部屋に行くと死体がいっぱい畳の上に転がっているように錯覚して、当分の間夜の闇を動くことができませんでした。私の小さい時から仲良しだった文子ちゃんが亡くなりました。この人は爆心地近くの保健婦さんの養成所へ通っていたんですが、全身にガラスが刺さって帰ります。帰ってきても医者もありません、薬もありません、熱が高くても氷もありません。でも彼女はしっかりしていたから、死ぬ前にみんなに立派にお別れを言いました。お母さん、泣かないでください。文子もうすぐ死ぬけど、文子が死んだらお墓の前で綺麗なお花植えてね、お母さんは一人で私とお兄さんを育ってくれて、日本一のお母さんじゃ思うよ。泣いてるおばあちゃんに、おばあちゃんの秋にさん、おばあちゃんよう転ぶから下駄をちゃんと履いて怪我をしちゃいけんのよ。私に向かっては、小さい時から仲良くしてくれてありがとう。学校に行ったら先生方に、三塚田文子は母校の発展を祈りながら死んでいったと伝えてくださいねと言いました。わずか15歳で、私はあんなことをよう言いませんが、しっかりした人だったと思うので、今でも生きとられたらどんなに賢くなっちゃった、賢い人生を送られただろうかと時々思います。そうこうしているうちにお姉さんが赤ちゃんを連れてきました。赤ちゃんも野宿したり、ビニクが足らないので肺炎かなんかにかかっていたんでしょう。横に寝かせるとぜいぜいって苦しがるので、昼も夜も姉が抱っこしておりましたが、その子も1週間ぐらいで死にましたそして姉の髪の毛が抜け始めたり、歯から血が出たりするようになりました。この頃家の近くには30軒ぐらいあったんですが、被爆した人が親戚や知り合いを頼ってたくさん身を寄せておられました。その人たちが毎日のように死なれるので、毎日火葬場からは煙が立っておりました。小学校も被爆者の収容所になりました。あの頃は国民学校と言っていました。私が通っていた女学校の隣にあった向原国民学校は大きな学校でしたから、1000人以上の陸軍の兵隊が被爆して臨時の陸軍病院になりました。その人たちは毎日一度にたくさん死ぬんです。5人亡くなったり8人亡くなったりするので、村のおじさんたちは交代で出てきて死体を焼いたり、死体を入れる骨を、お骨を入れる白い木の箱を、板を削って毎日校庭で仕事しておられたのを覚えています。たった一発の原子爆弾はかけがえのない大切な人の命を一度に奪います。8月から12月までに14万人の人たちが以上、前後はありますが、亡くなられました。あれから74年経ちました。私は戦争を知らない今の中学生や小学生たちに時々お話をさせてもらっています。あの頃はご飯をお腹いっぱい食べることできませんでした。お菓子もありません。ケーキなんて見たことありません。パンもありません。ジュースもありません。テレビももちろんありません。何にも面白いこと、楽しいことないのに、欲しがりません、勝つまではと言って一生懸命お国のためだと言って、わずか10代で働いて死んでいった私と同じ年代のお友達のことが、戦争で死んでいった人たちのことを今の子供たちに知ってほしいと思っています。お母さん、お腹いっぱいご飯が食べてみたい。学校行って勉強や体操がしてみたい。本がたくさん読んでみたい。友達と思いっきり遊びたい。お母さんに
会いたい。この写真はあの日建物を壊す作業をしていて、1学年321人全員が原子爆弾で亡くなった広島県立第二中学の生徒たちの遺影です。昔は学校があまりありませんから、県立一中二中というと成績のいい人でないと入れませんでした。この人たちは一生懸命勉強して合格して、4月に入学してペンを持つことなく8月には亡くなりました。写真を見ていると何にも言いませんが、自然に何か伝えてくるような気がするんです。僕たちにはたくさんの夢がありました。たくさんの希望がありました。でもそれを何一つ叶えることなく、一瞬の放射線で虫けらのように死んでしまいました。戦争さえなかったら、原爆にさえ合わなかったら、僕たちにも素晴らしい人生があったはずです。話は変わりますが、8年前、東日本大震災がありました。続いて福島の原子力発電所の爆発もありました。それからというもの、日本列島は火山の爆発や大地震や土石流や大洪水や自然災害に襲われ続けております。災害に遭われて家に帰れない人、8年経っても家に帰れない福島の人、いろんな人のことを考えると心が痛みます。でも自然災害は人間の力ではどうすることもできません。ですけれども、核兵器は人間の手で作ったものです。人間の手で使うんです。人間の力でおしまいにできる道理です。世界中の英知を集めてこの問題を解決してほしいと心から願っております。2011年と13年にアメリカに行かせてもらう機会がありました。一番最初行ったのはトルーマン大統領の出生地であるミズーリーです。日本からおばあさんが行って、トルーマンの郷里で話が聞いてもらえじゃろうかと、行くまですごく不安でした。でも若い人たちは一生懸命話を聞いて、広島のことは知りませんでした、許してください、家に帰ったらちゃんと両親に話します、これから核のこともしっかり勉強します、いや来年は選挙権もらうから今度は考えて選挙しますって、みんな口々に率直に意見を言ってくれたので、いてくれました。これは数年前に広島に来られたスコットランドのエディンバラ大学の大学院の生徒です。この人たちも広島で感銘を受けた、大学へ帰ったら必ず伝えると言ってくれました。私は社交辞令かなと思っていましたら 何日か経って大学でプレゼンテーションしている写真を送ってくれました。私は思いました、言葉には人の心を動かす力がある。言葉の力を信じて、大切なことはしっかり伝えなければいけないと強く思いました。特に若い人たちに伝えることが大事だと思います。 75年間草も木も生えないと言われた広島が今見事に復興します。人々がたくさん住んでいたこの地区は中島地区といって江戸時代から半にぎやかな町だったんですが、原爆で壊滅しました。でも平和公園としてよみがえりました。そして核兵器の廃絶と平和の願いを発信し続けております。人間は希望を失ってはいけないと思います。世界中で内戦がある、難民がある、そして争い事が絶えません。ましてこの間から北朝鮮がミサイルをまた撃ち始めました。トランプさんが
広島の落としたのよりも3分の1ぐらいの核兵器を作るとかなんとか言うとこ言わないとか、本当にこういうお話をしていっても世の中が逆さに反対側に動いていくような気がして絶望しそうな時があります。でも絶望したら何も絶望から生まれません。やっぱり一人一人がたとえ小さな声であっても核兵器廃絶と世界平和の願いを一生懸命伝えていたらやがてそれが大きな力になると信じて希望を持ちたいと思っています。特に若い小学生中学生たちの心にその火を一人ずつ持ってもらっていたら、今インターネットの時代っていうんですが、すぐ何かがあったら世界中と子どもたちのその心が一つになって大きなうねりになることがあると思います。そして今日は皆さん本当に広島に来てくださってありがとうございました。拙い話を聞いていただいてありがとうございました。でもどうかお帰りになりましたら子どもさんたちに広島や長崎のこと、また核兵器が一瞬に町を根こそぎ壊してたくさんの人を殺してしまう恐ろしい兵器であることを伝えていただきたいと思います。世界中にはまだ今4500近く実戦配備した核弾頭があるといいます。誰かが間違ってボタンを押したら大変なことになります。人類は滅亡します。どうか若い人たち、子供さんや孫さんにしっかりそのことを、平和の大切なことをお伝えいただきたいと思います。本当に皆さんにお会いして話を聞いていただいてありがとうございました。最後にごめんなさい、最後にもう一つ、これはいつも生徒たちと一緒に読むんです。ローマ法王がヨハネ・パウロ2世が広島に来られた時に世界平和メッセージ出されました。とても大事なことだと思うので皆さんと一緒に読んで終わりにしたいと思います。ローマ法王平和アピール、戦争は人間の仕業、ご一緒に読んでください。戦争は人間の仕業です。戦争は人間の生命を奪います。戦争は死そのものです。過去を振り返ることは将来に対する責任を担うことです。広島を考えることは平和に対しての責任を問うことです。ありがとうございました。またローマ法王が次のこの方をお亡くなりになりましたが、また次の法王様が広島に来てくださるとかいう話で、今度はどういう言葉を残されるか楽しみにしております。今日は皆さん本当に長い時間お話聞いてくださってありがとうございました。どうか暑いですからお体に気をつけてください。ありがとうございました。